けるわ結構。まあ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 綺麗。おやさん帰ったら撮ります。はい、まだおやさんがいるので荷物だけ運びました。はい、では皆さんありがとうございます、はい。はい、皆さんこんにちは。私はこの飲み物を続いてます。ブラジミールやっと引っ越しました。はい、すいません、はい、あのなんかビデオ全然更新してなかったじゃん。ブラジミール引っ越してあのちょっとやばいところを撮りましょうって言ってて、あれから昨日まで大家さんがブラジミールが借りた家に住み続けてて、めっちゃ大変だったよね。めっちゃだって今日金曜日で、先週の金曜日に奥さんたち帰ってきて、で大家さん出てがなくて1週間ホテル暮らしして、ちょっと説明するわ。あ、どうぞどうぞ。ウラジミールが先々週ぐらいにやっと部屋借りることができたんですけども、まあ、動画、前回の動画見ていただいたら多分わかると思うんですけども。で、借りて、で、ちょっと大家さんがちょっと普通じゃない人で、全然普通ではないです。はい。なんかいろいろ条件出してきて、奥さんの顔を見てからじゃないと、引っ越ししちゃダメとか、もうすごかったよね、なんか。私の奥さんの見たかったね。仕事を何やってるのかとか全部見に来たり。うんうん。めっちゃなんか変わった人で。で、ウラジミール部屋借りてるのに、彼は部屋に住んでて。で、奥さんが先週帰ってきたんですよ。実家から帰ってきて。で、奥さんと大家さんとウラジミールで住むわけにもいかないっていうので、うん、で、奥さんは住みたく、もちろん大家さんと住みたくないっていうので、で、ホテル借りて、住んでたんですよね。やばいです。でも前の動画のサポートした人どうもありがとうございます。Thanks のお金でお母さん奥さんのアパートを借りていました。そうありがとうございます。いや、サポートめっちゃ助けました。赤友TVさん、はい、スーパーセンクス、赤友 TV さん、ありがとうございます。赤友 TV さん、どうもありがとうございます。ウラジミールは。どうもありがとうございます。引っ越しにちょっと、使わせていただきます。はい、そのお金はめっちゃ必要でした。いい、正しく使いました。どうもありがとうございます。これ、ビールかなんか買ったの？いや、今まで持って、もらって、もらってないから、後でビールもちょっと買います、このお金で。でも、すいません。最後の1ヶ月ぐらい私は自分の人生をやめたかった。マジで大変です。仕事続けます。引っ越しできません。ウラジオストクはめっちゃ高い街です。でも奥さんも私をよく分かってないと思う、多分。何分かってない。でもさ、ウラジミールが借りた部屋ってめっちゃ安いんですよ。多分事故物件だ。わかりません、事故物件は。なんかある、いわくつきの部屋なんで、あれは普通のツールーム。そうです。ツールームのキッチンは別であるんでしょ。いや、ワンルームとキッチンは別です。まあじゃあ、いや、ワンツールームじゃない、 1K か、うん、ふん、 1K でウラジオだったら、まあセンターじゃないけど4万5千か5万ルぐらいするから。そうです、そうです、そうです。10万円ぐらいなんですけども、相場が、だいたい。月。でも、ウラジミール、5万円で借りました。めっちゃやばい。そうですね、そうですね。今から、ちょっと12月まで住めます。払わなくて。全部払いました。ああ、そう。親さんも外国行きました。彼を、多分何年の、1年ぐらい見ません。で、はい、合わない。で、前払い、3ヶ月前払いで、そうですね。3万。で、大家さんは、ギリシャかどっかに住んでる人で、はい、で、船のなんか修理してる人、はい、はい。なんか技術者。これは、船のレイトコの修理している人。で、その人のチケットをウラジミールが買って、送って、ね、ギリギリでもう飛行機間に合うか間に合わないか、ほんともうもたもたしてて。子供見たかった。私は彼を何回も電話しました。タクシーも。すいません、出てください。
これは、あ、ちょっと待って、私は今までズボン、あ、どうやってズボン使おう、ちょっと忘れましたか。そう、そうです。で、タクシーも呼んで、で、普通だったら空港に2時間前とかに行くじゃないですか、普通。まあ、まあ、遅くても1時間半ぐらい前か。その人2時間前に裏地を出て、で、裏地から空港まで1時間ちょっとかかるんですけども、で、しかも夕方5時で、もう絶対間に合わないと思って、なんで電話させて、ウラジミールに、航空会社に、アイロフロートに電話させて、この人がめっちゃ遅れてるから手伝うように言って、で、手伝って、超ギリギリ乗ったんだよね。そうです。最後の。そうですね、最後。最後の。っていう、もう超大変でした。で、今日から、昨日から住んでるのか。はい。昨日から住んでて、で、奥さんはこんなとこに住めない。部屋は綺麗。修理は古いです。で、まあ、奥さんは、ちょっと、ロシア、ソ連スタイルの部屋でもう住みたくないって言われてて、ウラジミル一生懸命探して、やっと探したんですけども、奥さんにも反対されてどうしようってなっちゃってます。かわいそうに。大丈夫？大丈夫じゃない、全然。大丈夫じゃない？全然大丈夫じゃない。まあ、じゃあ次のとこ探したらいいよ。今1年ぐらい、ここ、あそこで住んでなければなりません。私契約あります。ああ、契約を前もっとやめるなら彼にお金払います。毎月の支払い、そう、終わりまで。 OK。 それから来年の夏まで住んでます、届けるなら。 OK。 はい、ということでウラジミールの引っ越しは一応終わったんで、今度遊び行きます。1人行きます。いやー、まだ行けません。全部のお金この部屋のためにと奥さんのアパートに使ったから、使っちゃった。ちょっと1ヶ月半後多分お祝いしましょう、はい、まだすいません、ダメです。でもこれはお願いではないです。全然私は普通に私たちのロシアの絶望の人生を教えています。マジで絶望ですから、ちょっと大変です。でも、あなたは頭いいなら、お金持ってる人なら、聞いてください。問題ないです。全部の道開けています。貧乏なら、来ないで。意味ありません。そうです。ああ、どこでもそうです。日本はもう。ちなみに、ウラジミール全然貧乏じゃない。普通の人より全然もらってるから、給料。いや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 、そうではないです。普通の人はだって知ってるでしょ。そう普通の一般のオフィスとかなんかそういう人の場合は全然もらってるよ。いや、それでなんか無駄遣いしてるからダメなんだよ、マジで。まあいや、それはやめとこう、その話は。はい、ということで私に高級取りだから、普通に高級取りだから、マジで。 OK OK 知ってるじゃん。まあいいや。ということで、ウラジミールくんでした。ありがとうございます。じゃあ、ウラジミールの部屋、心配しないでください。撮ります。人生続きます。OK? 皆様の家に平和をよろしくお願いします。学生です。いいと思います。はい、ありがとうございます。